バックトゥザフューチャーパート2、バックトゥザフューチャーパート2、バックトゥザフューチャーパート2は1989年のアメリカ映画で、映画バックトゥザフューチャーの続編、バックトゥザフューチャーシリーズ三部作の二番目にあたる SF 映画。監督はロバートゼメキス。シリーズの二作目と三作目は同時に制作され、6ヶ月間の間をあけて公開された。 1955年から1985年に帰還したマーティ・マックフライの目の前に突然エメット・ブラウン博士通称ドクがデロリアンで現れた未来においてマーティの息子がトラブルを起こすことが判明したというそれを回避するためマーティとドクは彼のガールフレンドジェニファーともども30年後イコール2015年10月21日の日にタイムトラベルするが デロリアンが空中に炎の奇跡を残して消える瞬間をビフタネンが目撃していた。2015年に着いたマーティは将来的にジェニファーと結婚することと彼女と自分の息子マーティ・マクフライ・ジュニアがビフの孫であるグリフの言いなりになった挙句に窃盗容疑で捕まマクフライ家の家族崩壊を引き起こしてしまうことを知る。毒の作戦でマーティは息子本人になりすまし グリフからの命令を断った。店内で喧嘩になり、ホバーボードによる追跡劇に発展するが何とか逃げ切り、マーティは息子が起こすはずだったトラブルをどうにか未然に防ぐことができた。未来からの帰りがけに、マーティは骨董品屋で1950年から2000年のスポーツの試合結果が書かれた年間を買うが毒に見つかり、お金儲けのためにタイムマシンを発明したわけじゃないん。 と叱られて、ゴミ箱に投棄される。それを見ていたビフタ年同人が、ゴミ箱から、スポーツ年間を回収。さらに夜、マーティが油断している隙をついて、デロリアンを盗み、1955年にタイムトラベルして、高校時代の若き日の自分に年間を手渡し、デロリアンを、元の位置に戻す。マーティたちは何も気づかず、 デロリアンで1985年の夜に戻ったが、マーティの家であるはずの場所には別の家庭が住んでおり、窓から家へ入ると不審者扱いされて、叩き出されてしまう。年間によってビフはスポーツ賭博で大金持ちになり、あたり一帯を牛耳る、大地主になっていた。そればかりでなく、マーティの父ジョージは1973年に、ビフによって殺害され、母のロレインは、ビフと再婚させられていた。 さらに、毒は精神異常者として精神病院に入院させられているなど、二人にとって最悪の状況になっていた。すべての原因があの年間にあると気づいたマーティは、ビフの事業を記念する娯楽施設、娯楽のパラダイスに行き、ビフの部屋で年間を手に入れた経緯を聞き出す。危うく射殺されるところだったが、毒の助けもあって何とか危機を脱したマーティは、 ビフが年間を1955年11月12日に手に入れたことを掴んでいた。その日は、折しも、マーティが時計台の落雷を利用して1985年に戻った日であった。自分たちの未来を取り戻すため、ドクとマーティは再び1955年と旅立つ。1955年に戻ったマーティは、ドクと別行動をとり、若き日のビフが2015年のビフ老人と、 接触するのを目撃し、ビフの車に乗り込む。ビフ老人から年間を受け取った若き日のビフはそのままダンスパーティーに向かい、マーティは年間を取り戻そうとするが邪魔が入って思うようにはいかなかった。ビフは年間を肌身離さず持ち歩いていたが、ストリックランドに見つかり取り上げられてしまう。マーティはストリックランドの部屋に忍び込み年間を手に入れるが、それはカバーを変えた。 別の雑誌だった。マーティは、ビフがジョージに殴られて気絶した場所に戻り、年間を手に入れるが、ビフの仲間に見つかり、パーティー会場に逃げ込む。ビフの仲間たちはステージで演奏する過去のマーティを見つけ、叩き出そうとするが、未来が変わることを阻止しようとする現在のマーティに倒される。マーティは、屋上で待機する毒の元に向かおうとするが、そこを、ビフに襲われ、年間を奪われてしまう。 会場を後にしたビフを追うため、マーティは、ドクと合流して、デロリアンでビフを追する。マーティは、ホバーボードに乗り換えて、ビフの車に接近して、年間を奪い返すことに成功し、年間を焼却する。年間が消えたことにより未来は変わり、マーティは、元通りになった未来に帰ろうとデロリアンに乗ろうと、するが、デロリアンが落雷の衝撃で、ドクを乗せたまま消えてしまう。 途方に暮れるマーティのもとに、電報会社、ウエスタンユニオンの男が現れ手紙を渡す。それはドクが、マーティ宛に書いた手紙であり、ドクは落雷の影響で1885年に飛ばされていた。マーティは未来に戻るため、1955年のドクに、助けを求める。パート2とパート3は、もともと一本の映画として企画され、当初は、 パラドックスという3時間半の対策になる予定だったが、上映時間の都合のため配給会社側から短くカットするよう要求れた。しかし制作側は、上映時間短縮のためだけにアイデアを削ることはできないとし、結局2本の映画に分けた経緯がある。撮影時の仮タイトルは、パート2はパラドックス、パート3はスリーであった。 パートには話が途中で終わってしまう物語であったため一部の観客からは不満の声も上がったがロバート・ゼメキスはこのことについて半ソロが回答されるまで3年かかったことに比べたら6ヶ月なんて大したことないよと述べていたこの映画はラストのパート3の予告編までが本編であるただし予告編の映像にはパート3に使用されなかったカットがいくつか存在している ビデオ版はもちろんテレビ版の吹き替え音声も存在しているが、思い出の復刻版ディスクにでは、テレビ版はカットされている。テレビ初放送時は、来年を、お楽しみにというテロップが付けれ、翌年パート3が放送された。日本で最初に発売されたビデオ LD 版にも、パート3990年の夏を、お楽しみに、という字幕が付いていたが、 以降に発売されたビデオ DVD ではカットれている。BD は全て搭載済みである様子。パート2のプロローグ、冒頭のシーンは、パート1のラストシーンをそのまま流用したように見えるが、ジェニファー役がクローディア・ウェルズからエリザベス州に交代したた、ジェニファーが映っているカットのみ、新たに取り直されている。その他のカットは、パート1の流用である。 1987年から1988年にかけてパート2を撮影した際にユニバーサルスタジオ内の時計大広場を2015年の真のセットとして使用したが時計大広場がユニバーサルスタジオ内見学アーノトラムのコース上にあったことやティーザー効果を狙うこともありセットを見学ツアーのトラムに乗った観客に隠すことはしなかったパート1で ジョージ・マクフライ役を演じたクリスピン・グローバーは本作では他の役に挑戦したいという理由から役を引き受けるつもりはないと断ったらしい。その一方で出演料の折り合いがつかなかったために降板したと申されている。クリスピンはデタラメであると語っているが真相は不明。そこでパート2では時空の歪みが生んだもう一つの1985年、通称1985年 A。 オルタネート1985において、ジョージは死亡しているという設定になった。パート2とパート3では、ジョージ役をセカッコウが告示したが演じており、老人となった2015年のジョージ以外は、顔が目立たないように撮影されている。パート2の冒頭のロレインと一緒に、マーティとジェニファーをドア越しに見るシーンと、1955年のシーン。 ジョージの顔がはっきり映っているシーンはパート1の映像を利用し、新聞の顔写真にもクリスピンの写真を用いているが、この件に関して、クリスピン・グローバーの許可を一切取っていなかったとして、ゼメキスとスピルバーグを相手取って訴訟を起こし、結局、時短の末、クリスピン・グローバーの要求が認められることとなり、俳優組合にも新しい協約が設けられることとなった。 ジェニファー役はパート2以降パート1のクローディア・ウェルズからエリザベス州に変わった。これは母親がガンと診断されたことでクローディア・ウェルズが女優業を一休止したため、クローディア・ウェルズはその後1996年に映画スティル・ウォーターズ・バーンに出演するまで活動を休止していた。2015年のマーティの息子マーティ・ジュニアと娘マーリーンは マイケル・ J ・フォックスが演じているが、当初、マーティ・ジュニアは、マーティの父、ジョージを演じた、クリスピン・グローバーが、マーリーンは、マーティの母、ドレインを演じたリー・トンプソンが演じる予定だった。しかし、グローバーが降板したため、マイケルが三役を演じることになった。当時、最新合成技術であった、リアルタイムのモーションコントロールカメラ、ビスタ・グライドシステムが使用されている。 モーションコントロールカメラでカメラの動きを完全制御し、小道具はすべてセットに固定し、同じ俳優を別位置で撮影し、フィルムの境界をぼかしながらつなげる技術である。このビスタグライドカメラのおかげで、従来のカメラを固定したままという制約から解放されている。合成の制約上、合成相手に触れたり、物を受け渡したり、フィルム A からフィルム B に移動することはできない。 2015年から1985年 A に戻って、北でデロリアンが空から降下しながらタイヤを変形させ、着地してそのまま道路を走るシーンは、空中のシーンから画面手前の街灯を通るまでは、模型の街灯を通り過ぎてからは、実写のデロリアンで撮影されており、模型と実写をワンカットで連続して見せることに成功している。 2002年に初発売された3部作セットの DVD Back to the Future Trilogy Box セット及びその再発版も含め、それ以降単品として販売されていたものは劇場版、LD ワイドスクリーン版とは画面に映る範囲、画角が異なっているビデオやテレビ放送を踏まえて画面比4、3のテレビサイズで撮影し、公開時に画面上下をマスキングして、 横長の画面で上映するという方式をとっているため、撮影されていてもワイド版では見えなくなる部分がある。そのため劇場版、LD 版と比べて、上に上がってしまっていたり、拡大されていたりする場面があった。初発売後に指摘、批判がなされ、希望者には郵送で、オリジナルの画角のものと交換が割れている。なお、その他のボックスセットよび現在発売されている、単品、 シナバンアンプドマイナス37604はすでにオリジナルの画角に修正されたものが収録されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。